はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の公民、新しい戦争と平和についてお送りします。で、前回ね、地域主義ってことでは特にヨーロッパ連合、まあ、EU ですね、の話をしていきました。まあ、他にもね、 ASEAN とか APEC もやりましたけどね。で、ここから話が変わって戦争と平和についてやっていきます。で、穴埋めは全部で7問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番から穴埋めの方やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、現在ね、今の話ね、第二次世界大戦のような大きな戦争はありません。今実際に起こってないでしょ？この見てくれて多分今も起こってないと思うんですけど、で、そういうのはないんだけど、世界各地で地域紛争、これ紛争、まあ争いって感じが入ってるからね、まあ、戦争みたいなもんです。小さい戦争、イメージとしては、その地域で起こってるね。で、日本にいるとどうしてもそういう実感がないんでね、なかなか難しいんですけど、そういう地域紛争と呼ばれる戦争が起きています。いろんな場所で、世界中のね。で、地域紛争っていうのは、特にホニャララという形をとって起きることが多い。で、それなんて呼ばれるかっていうと、これ同じ紛争がつくんだけど、その中でもね、民族紛争ですという形をとって起きることが多い。つまり民族同士の争いです。これ宗教とか文化とかもそうですけど、そういったことで起きることが多いです。で、それが起こることによって多くのホニャララが出ます。で、その人たちは貧しい生活を強いられてます、今。で、これ何が出るかっていうと、そういう戦いが起こると、そこに住めなくなる人がたくさん出る。で、難しい民と書いて難民と言います。で、これは今言ったように、その地域に住んでたのに、例えば戦いが起こって、戦争が起こってしまったら住んでられないじゃん。殺されてしまうかもしれないから。だから、他の国とかに逃げなきゃいけない。でも他の国に逃げたとしてもお金もないし、ね、その知らない土地なので貧しい生活を強いられてしまいます。で、そういった人がたくさん出てる今。いいね、そういう紛争が起こることでね。で、それも新しい、なんか新しい戦争っていうタイトルがついてますけど、これも一個の新しい戦争です。その第二次世界大戦みたいな世界を巻き込んだ戦争ではないんだけど、起こってる戦争だからね、地域によって。で、もう一個あります。また特定の集団、まあ集団です。が、武器なんかを持って敵対する国の軍隊とか警察を攻撃したり、一般の人々を無差別に死傷、つまり殺してしまったり怪我をさせたりする行為、こういうのも多くなりました。で、これ多分ね、短い言葉は聞いたことあるんですけど、ちゃんと言うと、テロリズムって言います、こういうの。で、おそらくテロって聞いたことあると思うんだよ。で、この一般の人々を巻き込むのをよく自爆テロって言いますけど、自分の命、自分に爆弾をね、くくりつけて自爆するとか、それで周りの人も全部殺してしまうみたいな、そういう事件もある。そういうのがテロです。で、こういったね、その民族紛争もそうだし、テロリズムもそうです。で、こういった背景には、その宗教の違い、ね、まあ、文化の違いもそうです。あとは、貧富の差、こういうのが色濃く出ています。例えば、豊かな国、貧しい国。貧しい国からしたらもうそれを脱却したい。貧しさからね。そうするとここに対してまあ不満があればここにぶつかっていく。それがテロとかにつながっていくと。いいね。そういったのが背景にあります。で、それらはやっぱりね、こう、防がなきゃいけない。これから。で、防ぐために重要なのがまず一個、ホニャララです。で、これ何かっていうと、これ世界的にも言われていて、軍を縮小する。って書いて軍縮と言います。それはその言葉のままで軍、つまりまあ兵器とかもそうだけど、そういった兵器とかを縮小、少なくしていく。もう多分理想的なのは持たないようにすれば一番いいと思うんだけど、で、これが今掲げられてる。で、特に核兵器です。これの廃絶、つまりなくすの。これは核兵器を完全になくすっていう、それが重要だと言われていて、で、1968年、ある条約が締結されました。これ核に関することね。で、これが、まず核に関することなんで、核です。で、核が2回続くんですけど、核、拡散、
防止条約と言います。これは言葉のまんまで核が拡散、つまり広がることを防止する条約です。核を少なくしていこうっていうことだね。でこれが締結されます、1968年に。で今2010年ですけど、2010年までに190の国がこれに加入しています。いい？だからそれだけ核兵器を持たないよっていう参加してる国があるってたくさんいるんだけど、もちろん参加していない国もあります。いいね。でまた貧しい国々に住む人々の生活を良くすることも急務でしょ。貧しさからこういうことが起こってしまうんで、その貧しい国を豊かにすればいい、不満を少なくしていくってとこでね。でそのためにもまず取り組みの一つとしてホニャララ援助っていうのがあります。でこれは政府が関わっていることで、政府開発援助と言います。これ援助までちゃんと覚えてね。政府開発援助です。でこれ省略、英語で言うと ODA と言います。政府、噛んだ、政府開発援助 ODA です。でただ政府ができることっていうのはまあ限られてくる、どうしてもね。で今必要とされていることはすごくたくさんなことがある、細かいことまでね。なのでその政府の援助が行き届きにくいこともあるんだよ、分野としては。だからそういった分野ではさまざまなホニャララ組織っていうのが活動しています。でこれをね、政府に所属していないので、所属してないというかね、政府に関わってないから非政府組織と言います。政府にあらざる組織ってことね、非政府組織で、これ省略形が NGO です。これ NPO と混ざらないようにね、非政府組織は NGO と言います。いいかな。こんな感じで、まあ、新しい戦争がね、まあ、世界中で起こってると、まあ、途中でも言いましたけど、日本にいるとねなかなか実感しにくいです。日本はすごい平和な国なんで。でも世界に目を向ければこういった状況がありますので、まあ、こういったことがね世界中でなされているというのを覚えておいてください。では今回は社会の公民、新しい戦争と平和についてお送りしました。今回もね見ていただいて本当にありがとうございました。で公民もあと2本です。次とその次で終了になります。で次が文化と、あとね環境問題について取り上げていきますので、もしよかったらねそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。